B プラス。今日の血液型は B プラスの気分。もう少しでチャンネル登録7万人なので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。欲張り。点呼してから始めますんで、ゲーム開始して、はい、テーブルの下に集まってください。はい。はい。了解です。全員が見えてることを確認し次第、全員ミュートお願いします。はい、それでは10秒後に、サボタージュとキルをお願いします。インポストの方はね。それでは解散。初手右安定、左行くやつは自害と一緒。オラ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 。フルスロットルで行くぜ。もう圧なんか気にしねえぜ、このメンツなら。ガンガン行くぜ。インクオレンジ。オレンジ、水色、紫、ピンク、オレンジ、水色、紫。オレンジ、水色。はい、寺蔵くんを、はい、マップあの右一番右のなんだあれ初心者ナビゲーション、そうナビゲーションで転がってました。はい、はい、寺蔵くん早速死んでるがで自分は上の方もたもた上ポンオーツナビゲーションって言った流れをちんたら動いてただけで、はい、まあちょいちょいO2 直しに行った人、ピンクが上に走っていくのとか、ウェポンあたりですれ違ったりとか、いろいろ見つけたので。O2 の O2 側、テラズを一田高田で直して、俺はウェポン側に行った、その後。一田高田はそのまま上、ポン側回ってったんで、多分下から来た人が殺したんじゃないかな。まあ、早いっすね、死んだね。なるほど。で、俺その後カフェ通ってストレージ通って、エレクトリカルに入って。多分ほとんど右行ったんじゃないですか。俺あれメドベイ行ったけど誰も来なかったんで。あ、私初手エレクトリカルでずっと3タスクやってずっといたんで、私右ルートじゃないですね。あ、現在サントスさんの場所はゲームを証明します。ゲーム後半ですけどエレクトリカルに、はい、交流しました。アッシュ左側に行ったんで誰も来なかったです。明日は最初カフェテリアから下行ってアドミンのタスクをちょこなそうとしてカードでちょっと失敗してたんでちょっと時間かかったんですけど、それ終わった後センターさんとすり違ったかな。いや、センターさんなんかウェポンの方で見たけど、その後アドミンの方に、うん、アドミンのあの O2 が、うんうん、高田さんがやってくれそうだったんで、アドミンの方に向かってアドミンのタスクやってストレージからアドミンの情報を見てエレクトリカルが2から1になったんで向かってたら、ゲンさんとサントスさんが現れてきて死体がなかったっていう状態でした。うんうん、あ、ごめんなさい、死体ってどこにあったって言ってたっけ。ナビゲーションのところ。じゃあ、ラカウィちょっと喋ります。アスさんがいたのを見ていて、O2 の、下側、アドミン側を直したのが僕で、その時に俺とアスさんとアッシュさんがいて、O2 側の逆側直そうとしたら、高田健一さんとすれ違って、僕は今 O2 に。アッシュさんじゃなくて僕じゃないですか。あ、赤だったんで、先端さんですね。すいません。勘違いしました。俺は今日は黒ですよ。アッシュさんが黒だった。見てるかな。ける。イメージ色か。今日は黒色です。現在、アッシュさんって怪しいと思ってます。アッシュさん、アスさん。ちょっと絞る。はいはいはい、はい、押しました。ナイス。はい、もうちょっと進められるかなと思って、ゲンさん最後言ったのは誰ですか。アッシュさん、アッシュさん、アッシュさん、アッシュさんですね。これ全然さっきの事件と関係ない話題なので、これが何、まあ、アッシュさんが初手、メドベイでしたっけ。うん、メドベイで最終地点どちらになりますか。
メドベイから、あ、じゃあメドベイで試験管やってる時にあの、はい、アラートが鳴って、多分ねカフェテリアの真ん中かな。アッシェさん以外で西に行った方っておられますか今回。多分いなかったはず。いなかったはず。だとしたら私、うん、アッシェさんが結構黒いと思っていて、O2 が鳴り終わった後に、私アドミンを見てたらメドベイからセキュリティに人が一人移動したんですね。なのでベントで移動されたんじゃないかなという疑惑を持っています。一瞬だったので。2人以上いたら、ナビゲーションで死んでたんでしょ、テラゾー。そうです。だから、アシさんは殺人は行ってないんですけど、ベントを使ったインポスターじゃないかなという疑惑です。エレクトリカルに1人いたっつってたよね、最初。誰か。あ、私いました。はい。だよね。その後です。だから、サントスさんと私がお会いした後です。本当に原田さんが発見されるも数秒前ですね。テラゾーの犯人じゃなくて全然関係ないところ。あ、そうですそうです。だから、はい。カフェテリアに一人増えなかったじゃあ人数。でも西にいた方が足さんしかおられないのが今回ちょっと臭いなという感じです。二人以上おられたら全然私の話は。僕押したんで僕話していいですか。あ、でもエレクトリカルからもいいですか話して。はいどうぞ。高田さんは一田さんのこと見ました。俺一番最初に見て途中まで一緒だったけど最後の方は知らない。最後の方っていうか中盤から知らない。カフェテリア以降は知らない。O2 行ってウェポン行ってカフェまで抜けたところまでは一緒。じゃあ白ではない、白。いや全然白じゃない。そこまでしかその期間しか一緒の期間ないから。他の方。O2 なる前に殺したんだとしたらそうだと思うけど。あ、だから分かんない。そのタイミングも分かんないから死んだタイミングも。繰り返しますがまだ殺人は行っていないと思います。アッサンが黒だとしても。はい。全員の話が本当だったらセルフレポートが良くなっちゃうけどね。テラゾーの方をつなぎミートします。見てる人がアシさんと原田さんしかいないんだよな。ナビゲーションなら B プラス。今日の決意方は B プラスの気分。もう少しでチャンネル登録7万人なのでぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。欲張り。エデンか。あー幸せ前にね、さっきまでやってたのと違う。アスさん水色茶色黒エンジン。さっき茶色黒。アシュさんのアリバイが結局自分から動いたルートを言わなかったのがアシュよね。そろそろ死んでそう。シール。そうか。水色。外傷放棄か。押されるかも。チャンネル登録ありがとうございます。茶色、水色、茶色、水色、青。メッドベイの、タスク、まあ、スキャンのところで、真上で A さんが死にました。通路通路ですか。いや中です。いやいや中のタスクの上、お立ち台の上です。あスキャンの上でしょ。あそういうことか。上で、はい了解です。じゃあ僕ちょっと気になることがあるんですけど、あの最後の停電の時直った時に高田さんがあの上側エレクトリカルの上側のそのタスクがない方にいたんですけど、あれは
なんであんなところに。いや、そこで棒立ちしてたらどう思われるのかなって。あ、何それ、それ何、え、それは変だ、変だと思います。変だと思いました。それは何。いや、正直に言うと、エレクトリカルに俺が入った時、多分で誰かがいて、俺が直さなくても多分ポチポチってなったら邪魔になるかなと思ったから奥行って、俺別にエレクトリカルのタスクもないから、あいつかさん、エレクトリカルのタスクもないから棒立ちした。あ、怖かったです。誰かとちょっと競合しちゃって全然なあ、そう、いや、初手でメトベイ私行ったので初手ではないです、少なくとも。ああ、なるほど。で、オレンジ、紫、茶色、水色が、エレクトリカルにいたのを確認してて、高田さんが追加でいるということですよね。うん、いました。多分俺結構早くついたと思うな。誰かがハイデマ触れてる一人ぐらいしか見なかった。石田さんだよね、それが。あるかな、わかんないけど、その時の停電はそうですね。じゃあ多分そうなんだ。他の人の証言がそうなんだ。ちょっと色までは。なるほど。アッシュさん結局どこ行ったんですか、あれさっきは。俺は多分停電したときはね、右の多分シールドあたりにいたかもしれない。シールド。あ、シールドにいたの見てます。はい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 、シールド、シールド回って上行って、なんか解除されたからもういいかなと思って。なるほど。ちなみに右の方には誰も来てないですね。あ、いや、いや、ラカウィさんだけ見かけたか。僕一緒にいましたね。ラカウィさんだけ O2 ら辺まで見かけたわ。はい。それ以外はいなかったんで、左側にいた人が犯人ですだと思いますよ。はい、押してください。自分押せないっす。お願いします。ミートします。2人ぐらい押してほしいかな。押す。お。カフェでやっちゃうか。はい。もうちょっとだったのに、はい、押しました。どうぞ。一緒にアドミン見てたのってアッサンで会ってましたっけ。はい、あ、僕見てました。あれですよね、さん、はい、サンタさんと一緒に見てました。メトベイ1行ったんで、はい、行った動機は分かると思います。うん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 、僕視点で浮いてるのがアッシュさんとサントスさんだったけど、アッシュさんはちょっと右下。そうですね。あ、私あんまり人と会ってなかったですけど、エレクトリカル、ストレージでタスクやってて終わっても、右下終わってもまだ暗いままだから直しに行くかっていう、エレクトリカルに直し終わる5秒前くらいに合流して見に行ったら人いっぱいすぎて怖いからっつって、エレクトリカルの右、エレクトリカルの右側に寄りました。ロア側来てた気がしますよね。ロア側は誰か、青色と記憶したの違うの？青、紫、ピンクでロア側に一緒に来ました。あ、ロアもいました。あ、ロア行ってストレージ行ってエレクトリカルです。確か。あ、戻ったんですか？はい。あ、なるほど。結構上の方にはな、左上の方にはないんで行って戻りました。はい。戻った。あ、もしかして俺結構疑われてる感じ今。まあ、初日のその行動を示さなかったので、原産に指摘されてから、カフェテリア1になったよねしか言わなかったのが、すごく気になってますね、私は。あ、いや、てかまあ、メトベイからカフェテリアしか行ってないんだよね、実際問題。なってカフェテリア移動してる最中に、アラームが解除されて、その直後に、レポートが鳴ってるから。全然どこも行く余裕、行く時間もなかったんだけど。1日目左行った人いないんすもんね、他に。いや、俺は見てない、一人も会ってない。だと、一応ゲンさんも死んでるから、ゲンさんの言ったことが通ってはいる。うん、俺を疑ってたゲンさんがいなくなってるから、多分まずいだろうなと思ってるけど、でも別に、ベント通るんだったら、エレクトリカルからでも移動できるし、なんらおかしいことじゃないと思うんだよ。ミートします。以上詰められなそうだね。原田さんミート。市田さんが先にいたのに全然治んなかったのも一応気になる、ちょっと気になる。わからん、なんとも。
茶色、青茶色。進めるか。めっちゃしんどるやんけー。さんさんさん。あっそう。あつさん死んでんの？場所が。ナビゲーションから出た通路です。中ではなく外の通路でラカビーさんを見つけました。アスさんって最後ね、俺エレクトリカルから出るときにエレクトリカル入ってくの見た気がするの。で、レポートなった気がするの。すいません、センターさんの見つけ出したいってどなたのですか？ラカビーさんです。紫。ラカビーさんか。が？ナビゲーション？ナビゲーションの外ですね。でも ずっとアドミン見てたけど、エレクトリカルが。その3人とかになってるのはなかったけど、2人がマックスだったよ。俺とね、エレクトリカルさ、最後多分俺が直した時に誰かもう1人いて、あっさんかな。釣らないとダメだ。今日は投票。高田さんがね、多分ね、高田さんが多分ね、エレクトリカル解除してたのよ。で、そこになかなか解除されないから、俺行ったから、で2人しかいなかった、エレクトリカルには。で、俺出るときに、多分アッサンとすれ違って、アッサンがエレクトリカルの中入っていったような気がするんだよ。俺、アッサンとアッパーエンジンのとこですれ違ったから、多分サントスさんじゃないですかね。だから多分アスさんの死体誰かとすれ違ったぞ。俺エレクトリカル出るときに誰かがエレクトリカル思い出してくれ。アスさんだったと思うんだけど間違ったっけ。ってことは結論は高田さんのえベントで誰か移動したアスさん殺したとかじゃないとおかしくねとかって思うんだけど、誰かそれだと3人アドミン見てたけど3人にはなってなかった。1回も2とか1とかで、ね、多分そうなってくるとエレクトリカルにいたの高田さんと俺しかいなかったから、そう、それ以外だね。で、あとね、センタンはね、停電になる直後にね、多分俺を振り切ろうとしてカフェテリアの上の方に行ったのね。アッサンってちょっと待って、出てった後ってどっち行ってたっけ？ちょっと待って、絞んないと。これやばいっすね。多分、原田一太さんかな。うわ終わったー。うわ、これやばい。そうか、俺に入るか。何入れたん？あ、ちなみにアッサン終わってるんでタスクセンターについていきます。だな、誰だ高田さんに入れたの。お、間に合った。いやー、神ー。ナイス。セーフ。多分なんだけどね、エレクトリカル。2人インポスターに、あ、高田さんの周りにいた？押す瞬間。いや、原田さんいたけど、そっちはさ、誰もキル取られてないってことでしょ。原田さんってボタンまだ押してないんでしょ？ボタン押してなくて、押そう。ロしてたのは何だ。個人的に高田さん怪しいと思ってたから任せちゃいけないかなと思って。でもなんかめちゃくちゃウロウロしてたフェイントかけようかなぐらいの、そんな意味はない。だからそこであの黒とか言われても困る、正直。え、ちょっと待って、エレクトリいやてかあの高田さんがその白だったら向こうで直されないんじゃないかなと思ってすげえ迷っちゃってて、でもどちらにしろもうこの時点であの間に合わないかなと思って結局真ん中にいる選択肢を取っただけだから、すげえ迷っただけ。
あれ、でも高田さん、市田さん追放したいんだよな。誰？市田さん。僕、先端さんって今言おうと思ってて、あのサントスさんと先端さんと僕が一緒になった瞬間があって、ロアエンジンが。違うか。まあでもサントスさんの死体がどこかわかんないからあれか。バラバラやなみんな。それ言っても。これ誰かを信用して誰かに合わせない。でもあの左側に3人いたっていうことで、あのインポスター2人とか混じってたら直さないはずだから、こじで高田さんは確定なんだよね。体はどのタイミングまでアドミンで見てたの？ちなみに押したのはずっと見てた。足さんと先端ですね。リアクター直したのは僕も押したんだけど、あの上側に1と先端になってて、いやそれはあの2人そこにインポスターがいないっていうだけだから。エレクトリカルさっき直した時原田左から来なかった？リアクターさっき1人になった側の人は1社さんが僕疑ってるなら2択にしよう。僕か1社さんの、僕か1社さんの2択にしよう。原田さん入れた？アッサン誰入れた？誰に入れればいいの？誰に？1社さんに入れた。だあ。追わなかった。よしよし。さすがキレ狙ってたよな、あれは。明日は動かねえ。明日はついてこない。まあ、いいか。いや、よかったー。ここで高田さん釣ればもう終わりだと思うんだよね。さっき左に二人狼いたっていうと、三人行ったって分かってるから、もう押さなきゃいいだけだから。でもう釣れてるんだよね、さっき市田さんで、うん、となるともう高田さんしかいないんだよね。いや、まあ、俺も完全な逆論なんだよな。まあ視点が逆で同じなんだよな。原田さんしか終わったと好きなかったし、うろうろしてたから原田さんは誰かな、誰かなって思ったから、うろうろしてたのがいろいろ考えてたっていうことで勘弁を。タスク終わってないのは？タスクは原田終わりました。あ、高田終わってる。待って、先端と俺アドミンに行ったじゃない？俺もタスクとっくに終わってる。終わってる。オッケーオッケー。じゃあ僕だけだからスキップして終わらせよう。あの場所は伏せたか、すぐ終わるから。俺と先端がアドミンに入った時に原田いた？アドミンに。それいつ？メッドベイから移動した時ですか？この大量に殺人されたとき、市田さん釣る前。あ、いましたよ。いた？たと思う。あの、アスさんと重なったときか。多分ずっと俺、選択のこと追っかけてたじゃない？そうですね。その先にアスさんが確かにいて、で、アドミン見てたらもうどっか行っちゃったから、ずっとその後見てたよ。まあ、センターがタスク終われば勝ちだろうから。まあ、そうね。タスク僕も無視するよ、全部。うん。てかまあ最初の殺人的に市田さんってどこだったっけ、最初ナビゲーションで見つかった時、死体が一番最初 あれか O2 付近いたのか。一応可能か。高田さんは市田さんの、高田さんもそっちの方にいたけど、分からんけど、とりあえず市田さんは確定だから。いや怖かった、マジ2択にしたら。まあいいや、助け終わらせます。エレクトリカルにいたの誰だったっけな、最初。いや、英断だったな、もし。石田さんと二択したの、これ英断じゃねえか、めっちゃ。え、終わらんぞ。また。いい。お疲れ様です。危ねえ。ほら、ピンク、これ。ナイスです。ごめん、アッシュさん、全然関係なかった。ピンク、これ。惜しかった。惜しかったね。うん。てっきり原田だと思ってたよ、俺は。いや、でも、市田が原田に入れてれば、同票だったんじゃない、さっきのやつ。そうですね、俺、でも、先端さんにって言っちゃってたから。あそこでも高田さんが原田に入れちゃったって言ってたから、そう。あ、そう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 。で、そっち入れてもらえなかったのか。めちゃめちゃ疑われてたやんけ、わし。
ごめんなさい、マジで。マジで申し訳ない。初日からずーっと疑われてたのよ、これも。マジ冤罪。一人黙々と真面目にタスクやってたのに。いいのがアシュさんだけって形になって。マジ冤罪。あれ、結局何だったんですか、最初のアシュさん。しかも、俺を怪しんでたやつが次々と殺されてくるんだもんだって。あ、そうです。セキュリティにおられたのってどなたなんですか、あれ。セキュリティ俺がメッドメインからベント入ってぐるぐる移動してたから、はい、そのタイミングのセキュリティが反応したかも。ああ、なるほど。なるほど、ね。俺が出てったところに入ってきたんじゃない、ベントから。ああ、でも本当、アドミンの画面だと、本当に移動してるようにしか見えなくて。しかも他に、多分その時、アシさんとか道におら通路におられたのか。だから通路行ってカフェテリアに行ったから。なるほど。いやー申し訳ない。弁当使ってまで当てたんですけど、狼だったら黙りますよね。そうやな。何気にいいプレイだったのは原田がカフェテリアに残ったことだね。いやあれめちゃくちゃ押さざるを得なくなったでしょ。いやそうそう押さざるを得なくなった。取ってやろうと思ってたけど残られたから来るたびたまんなくて。長田さんには詰められてましたけど、いわゆるまあよそのどっちかわからんぐらいの動きをわーってするのってやっぱり狼がかかると結構困りますよね。困る。危ねえ。リアクターまず一田さん警戒してたからリアクター一田さんが行った方に行ったんですよね。アシュさんと分かって。なるほど。そうで直して速攻切りされないように逃げて。あと俺がタスク終わって俺に疑いをかけてきた先端くんついてこうと思ったら先端くんガン逃げするからちょい早いやつだな。俺がずっと付きまとって容疑を晴らしてもらおうと思ったらガン逃げしやがったの。いや怖いですからね。容疑晴れないですよ。怖いですよ。会議中に、ね、約束してたらまだ別ですけど、ただ殺されて終わりになる可能性もあるんで。停電の最中もなんとかあのペットを追いかけていったんだけど振り切られた。フェイントかけられて全く初手で右に行って右に来た3人のうち2人がインポスターだったなんて不運だぜ。完全にあれ2人で口合わせたんですね。そういうことか。いやそう一田さんが、ね、あっ OKOK そういうことかだもうすぐ3人で直したのに2人ともインポスターだったかわいそうに。そっかなるほどな。結構やばかったですよね。いややばかったやばかった。よく危なかった。よく村が勝ったと思った。めっちゃうまい。3キル絶望だったマジで。一田さん連れてるタイミングで別の人つけたら負けでしたもんね。終わりです、ね。そうだから。タイマー持っていけてよかった。ナイスナイス。マジで焦った。GG だったな。やったけど面白いなこのゲームやっぱ。久しぶりにやったけど面白かった。久しぶりにやったけど面白いな。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。やりたいな。いやー疲れた。なんか今のゲーム